ぜひ、あのーねあの、新しいプログラムということで、えー、説明会の方よろしくお願いします。はい、こちらこそう、改、え、め、ー、まして、こんばんは、ハルトインタビュー,ー、岩田です。きょうカイジさん、そうですね、お招きたありがとうございます。あの、まあ、えっと、月曜日の、まあ、えっと、そちら、用ということなので、皆さん、まあ、今回、新しいプログラム、気になっている方も多いと思うので、今回は、そうですね、急遽、お時間を取っておかせていただいて、で、お話あった通り、この MIBA、新しいプログラム説明会 でただあの私の説明はそんなに長くないので、あのメインは皆さんの、えー、質問ですね。なので、あの顔とか名前とか出ないので、どんどん,どん、えー、チャット使ってあの、どんどん質問いただけ、私とかはじさんで、うんあの、最後お答えしようと思うので、ぜひですねあの、会の間にもどんどんチャットいただければと思いますと。<laughs> ということで、あのまず今日の、えー、とアジとンダとしてはですね、えー、一つ目がまずはこの新しいプログラム。 MIB やとは何ぞやと。説明が、その他の、まあ、いろんなキャンバスとかも増えますというので、来年から出ているので、そこはアップデート。で、最後にメインは S 業とと。いうことにしたいと思います。で、えー、早速ですが、まずその前にですね、MIB、る MI と10年ぐらい前に、2010年なので、もう13年まで始まったんですけども、えー、これが最新の今年のランキングがフィナンシャルタイムズで、えー、と2週間前出てきて、これが39位というので、史上最高になっていると。 であのこれ、あの、グローバルに言うと、マスターインマネジメント。結構、ヨーロッパとかだと多いんですけど、あとは、マスターインタービジネスと、アメリカで呼んでいて、でこれが、あの、あと5年前に実は初ランクイン。それが53位だったんですけど、その時にあの、市場歴史を塗り替えた、初ランクインしたが、今年は一番高いのが53位だったで、それが5年後、えー、年々上昇して,いて、今年は39位と。特に、見ると、えー、一番左の留学生向けのマスターとして、えー、トップ3と、に、 グローバルランクイしていると。で、一応右の、えー、インターナショルモビリティ、つまり柔軟性があると。まあ、アメリカのみならず、イギリス、ドバイ、今年からシンガポールとか、世界中にキャンパスがあるとか。ただし、アドミッションも国際性を重視する、ね。こういった日本人が働けるとか、世界中にオフィスがあるとか、そういったあの教授の、教授もグーグルもあるとか、そういったところでも評価されていると。ことで、総合だと、えー、30キロ。で、これはもちろんですね、今後この MIB。 というプログラムの進化が非常に楽しみな。もちろんは、あと NBA からスタートして学校なの NBA までですが、若手向けの、えっと、若手社会人の方とか、もしくは大学生からその方向けのプログラムなので、そういう方向けに作られたプログラムとして非常に人気になっていると。そういった理由からですね、あの今回は新しいプログラム、来年からスタートするが、えー、出てきましたと。これはのまとめですね。あの、今、これからの来年、勉強される方に、この赤字でとあの書いてるのが新しいプログラムと。 皆さん、4つ見れますかねなんか、字が細かいと思うんですけど。見えてますかねあの、今日は、その一番上の、この、インターナッションビジネスアナリティクスをメインに説明したいと思うんですけども、えー、また、その他にもですね、このインタービジネスインターン。インターンを必須でやるとか、フルタイムで。えー、インターナッションマーケティングアナリティクス。マーケティングとテクノロジーを組み合わせば、MIMA とか。で、これ、NBA なんですけど、NBA だと、ファイナンス NBA。NBA でもファイナンス特化した NBA にするとか、そういった新しいプログラムがどんどん出てきていると。 で今日は、えー、この一番上のインターチェンビジネスアナリティクスを、えー、メインに説明したいと思っておりますと。もし機会があればですね、あの私たちさんともまたこう他の3つのプログラム、新しい MIBI とか MIMA とか <laughs> ファイナンスイ d m a とかについても <laughs> ぜひウェビナーをやって <laughs> アップデートしたいと思っておりますと。<laughs> ということで、えー、と今日は、うんあのまあ、その前にですね、れあの,、まあ、あの,フ,ェェあのフェアウェルということで、あの今まで MIB は9月のみなら1月。 両方にかったんですけど、ちょっとあの、来年からは、1月はやめますと。ということで、あの、おさらば。ということで、なったんですが、その代わりに、Welcome a p r MIB ア n ス e x と。4月に入学、く。来年の春、4月から、スタートできると。で、まあ、皆さん分かる通りですね。4月ということは、結構皆さん大学生。今、大学生の方が、来年の、どうでしょう。3月末に卒業されて、そのままもう、ストレートに行ける。よいったコースでもありますし、今、社会人、働いている方が、お金社会人3年目の方。 ちょっとあのすぐに行きたいとなれば、来年の秋、待たずに、もう来年の春から、えー、スタートできるとで。そのメリットとしてはいくつかあるので、そのあたりも説明したいと思っております。で、えっ、ー、と、先ほ申し上げたよですね、えっ、ー、と、これ、エイプリル、4月入学。で、えっ、ー、と、来年の年内には終わると。なので、8ヶ月ほどで終わるプログラムですと。 そういったアップデートが動いてきていて、えー、プログラムの,、まあ、あの全てのコース内容をずらーっと、これは一つずつ今日は説明できないしないんですけども、これが全ての内容ですと。で、右にあの単位数ですね、えー。具体的にどういった単位を取れるかというので、まあ、合計だと、通常のマスターってあると36単位で卒業なんですけども、この MIBA だと、しばしばとおり38単位で卒業だと。で、理由としては2つ分の,この選択科目。皆さん夏の間に自分で取る選択科目が1つ分増えるので、 二つ増えて38単位で MIBA が取れると。まあ、後順に見ると、今では、あの、どうでしょう。あの、モジュールが、春の場合、例えば3つあったり、5つあったりしたんですけども、この MIBA は、春スタートなので、春の4月5月、最初のモジュールで、夏の間は、選択科目をやりつつも、コアコースも一緒に入ってくると。で、秋にやって、最後は冬に集大成として終了すると。なので、イメージ、春、夏、秋、冬。 8ヶ月を、えー、4つに分けて、うん、こうやって感じでやるイメージだと。で、皆さん、お気づきの通りですね。あの、MIB、そもそもハルトの MIB というのは、若手向けの NBA なので、経営の知識、アカウンティングとか、えー、マーケティングとか、ロジシャマネジメントとか、そういったのを浅く広げるのが MIB だと。さあ、この MIBA は、よりアナリックスデータ分析とか、コンピュータ言語とか、AI とかにフォーカスしていると。なので見れば分かる通り、例えばいきなりあの、データ分析を使ったインサイトのコースとか入ってきますし、 あとは、例えば AI ですね。この秋に AI のフューチャーウォークと。これ今まで、あの、コアコースでなかったものが AI がかなり必須で入ってくると。あとはデータの比較がビジュアリゼンションとか。なので、まあ、あのもちろん MIB のコースもありつつも、よりテックにフォーカスした MIB、そういった理由から MIB アナリクス、MIBA と,と呼んでいると。で、これはあの、皆さん、じゃあなんで MIB、えっと、普通の MIB と、その後2つのディグリですね。デュディグリは取れるので、普通の MIB 取った後に、じゃあ、 このアナリストていいんじゃないのという方もいらっしゃると思うのでそのあたりのちょっと比較を今日はメインにしたいと思うんですが、まずあの、流れですね。えー、この MIB を取られた場合にはどういった流れで修正するというので、これまとめたんですけども、先ほど話した通り、春ですね。4月の、えー、具体的には、えー、2日にオリエンテーションがあると。なの皆さんちょうど大学生の時は、からはもう卒業してすぐに参加りますし、今社会人の方でも来年のもう4月に。 サートができるとで最初のコースはもう最初の9月の第1週からスタートしたで、先ほどおっした通り、春ですね、にコアコースまず始まると。で、夏にコアと皆さんが選ぶ選択科目。通常4つなのがこの場合、5つですね。5つ並行し合っていただくと。で、秋にまたコアがあって、最後、冬ですね。冬には、えー、集大成としてまたコアが出てくると。で、あの、わかる通り、もう4月から、えー、え年内12月に終了。マスターを 通常1年なら8ヶ月で終了できるので、なんならばもう来年から就職できる。あの働き始めていきると。皆さん、例えばあの来年のじゃあ秋にスタートして、方はですね、えー、再来年の秋卒業なので、再来年まで働くのも祭必要がありますし、デュアデビューな方は来年スタートだったらその2年後なので、3年後ですかね、に働く。それまでブランクがあるので。ただこのプログラムスタートすると、来年スタートして来年は卒業なので、もう来年の1月からはもうフルタイムでう。 畑になると、うん、ただ注意したのが2つあって、1つが、この真ん中にちょっと英語で書いてますけども、説明すると、えーまあ、そもそもキャンパスをですね、ロンドンとサンシスコのみと。なので、ボストンとか、えー、ドバイとか、シンガポール、ニューヨークはないですと。ロンドンとサンシスコに決まっていると。で、えー、1つ目が、えー、ローテーションですね。夏の間、例えばあの、他のキャンパス行きたいとか、ロンドン行きますとか、えー、ドバイ行きます。そういうのがなくて、 あと、インターシップは、あと、アメリカだと、え、できないですと。というのも、アメリカだと、インターンの場合は、現地で、えっと、30週間なので、7、8ヶ月勉強しないとできないので、この4月スタートの方はもし、インターンはアメリカにで,できないと。2つ目が、デュアデグリーはないですと。と通常、MIB だと、その後に、デュアディグリーつ目できるとおりまんですけども、この場合は、MIBA でも完結すると。なので、この4月スタート。12月の8ヶ月。で、もう1つのマスター。 で、もうそのまま働いてくださいと。とにフォーカスしているプログラム。なので、あのこれはの、そのまま働くということは、例えば、石橋に書いてあるアメリカだと、えー、STEM ですね。3年間働ける OPT が降りいるので、そういった OPT が可能になると。つまり、通常アメリカと1年間しか働けないのが、えー、この MIB だと3年まで働きますと。あとはイギリスですね。これもイギリス政府が3年前からですね、あのアメリカ同様に、 えっと、卒業者が働いていいですよっていうのを2年間認めると。で、これは同様に、この m i b でも、エオリート、グラジエットルート。イギリエスの、イギリスの、まあ、OPT ですね、えー。卒業者の2年間働いていいですと。イギリスで。なので、そういったステム OPT、もしくは、イギリエスというグラジエットルート、いずれかは使えますと。なので、これをもう最大限、短い期間で、一、えー、つのマスターに、MIB とテックにフォーカスしていただいて、もうそのまますぐに就職に結びつける。そういったプログラムが、 この MIBA の特徴ですね。で、他に、まあ、これはですね、あの、専門家ということで、あの、先ほど私の選択科目をあのいつ選んでくださいと申し上げたんですけども、ちょっとスライド戻ると、えー、これですね、この夏の間に、えー、いつ取ってくださいと。これは自分が選べたい科目を皆さん選べると。高科目はもう決まっているんですけど、夏の間は、えー、自分で選べると。ただ、この MIBA の方は書いてある通り、つ、最低3つはこのビジネスアナティクスに、 専門した内容を取ってくださいと。で、他の2つは、えっ、ー、と、まあ、他でもいいんですが、ただ、なるべくビジネスアリテックスにフォーカスした内容を取ってくださいと。そうしないとステムにならないので、最低3つはこのビジネスアリテックス専門家取ってくださいと。で、これを見ると、えー、ビジネスアリテックスは、このあ青字ですかねあの、データサイエンスとか、アンデックスプログラミングとか、まあ、つまりデータサイエンス、プログラミング言語にフォーカスしてくださいと。これは、あの、実は今年からずらーっと、えっ、ー、と、 22個ですね、専門家があるんですけども、あのこのビジネスアネックス、青のところもっとたくさんあるんですけど、えっと、ちょっと今回代表例として挙げたのが、この2つですね、データサイエンス、例えば R、えー、テキストアネックス、マシンラーニングですね、機械学習を学びますとか、もしくは下のプログラミング、Python とか、またある、えー、SQR、こういった、まあ、あのビジネスアネックスのよりフォーカスな内容を専門家に特化してくださいと。 で、これが条件として、えー、この m i p a というのが取れる。なので、m i p の方は他の、例えばファイナンス、緑のフィンテックとか、え下のサプライチェーン、ソーシャルアントレとかは、あのー、取れないと。というのも、この青のビジネスサイクス専門家から最低、えー、3つですね。取ってくださいというのは条件なので。ただ、他のこの残りの2つは、えっ、ー、と、ビジネスサイクスにフォーカスがあれば、何でも取ってくださいと。 それがあの今回の条件になっていますと。で、えっと、私の方で先ほど STEMOPT とか STEM、STEM とあのちょっと耳にタコができるぐらい申し上げてるんですけども、これはあのアメリカだとちょうど5年ぐらい前ですかね。あの非常に人気のトレンドになっていうちょうど5年前から2018年からこ STEM というのをアメリカ政府から認められた学校で,で、その時からダブルディグリー、つまり2つ目のディグリーでも STEM になりますというのを初めて認められたと。 で、当時5年前ですね、ビジネスアンティクスが生まれて、非常に人気になっていると。で、これはもう5年経ってもずっとまだ人気になっている。で、えっと、重要な話していうのは、アメリカとつまり理系の科目。日本だと、例えばどうでしょう。えっと、機械工学とか。えっと、日本だと、例えば、実は経済学も理系になるらしいですね。ですとか、あの、理系のいろんな科目があるんですけども、アメリカと具体的にはサイエンス、テクノロジー、エンジニア、マスマティック。これがあの、ステムと言われていると。 で、ハルトのこのビジネスアナリティクス。この MIB もそうですね。あとはファイナンス。あとは MBA とか。あとは先ほど申し上げたマーケティングのプログラムを実は STEM になるとか。あの、ハルトはこの STEM に非常にフォーカスしたビジネスコースで最先端を言っていると。で、先ほど5年前に STEM を、えー、承認された申し上げたとも、他の校はまだ STEM、STEM に全然行ってなかったときに、ハルトはもう5年前から STEM、アメリカが目指している方向性に、えー、シフトをしたと。 で、えー、この今年、来年のですね、この MIBA は、この8ヶ月でなんとステム。というのアメリカだと通常1年間なのが3年間。えー、卒業し後に働ける経年がおりると。で、えーまあ、先ほどですね、あのーまあ、通常の MIB が、えー、秋ぐらいにあると。一方、今回のは MIBA は春、4月になると。皆さん、ちょっとこれを見られた方は、まあ、基本的に MIBA を取りたいという方が多いと思うんですね。あの今、大学生とか、 え若手社会人、社会人の1、2人目の方とか多いと思うんですけども、どうしようと来年の春に行くか、ラッキーに行くか。ということで、まあ、例の春に行く場合はですね、先ほど申し上げた通り8ヶ月で終わりますし、ステムに先ほど申し上げたスクールも取りますし、なるとしたら、先ほど申し上げた通り、えー、ローテーション、夏の間ぐるぐる回るとか、あとはデュアデグリー2つ目に取りたいとか、それはもうないと。あとは、ここに書いてあるのはそのインターンもアメリカだと,、えー、と基準満たすので、アメリカインターンできないと。 一方、来年の秋ですね、通常の MIB にえっとウェア11ヶ月のコースにやりたいと。9月から、えー、その翌年の8月に行きたいという方はインターンですね、ができると。というのもアメリカだと、世間のた通り、えー、7、8ヶ月。つまり、この方は、えー、夏の5月ですね、5月からもインターン。アメリカでできると。あとは、えー、書いたスペシャリゼーションですね、専門家。もう自分が取りたい専門家。 この MIBA はもうビジネスサイテスだけしか取れないんですけど、この MIB は自分が取りたいファイナンスとか、マーケティングとか、プロジェクトマネジメントとか、あのずらーっと22個ある専門家から選べると。最後、ローテーションですね。MIB の方は自分が行きたいキャンパスにぐるぐる回れると。で、先ほどった通りあの、キャンパスは実は来年からたくさんあの増えるんですね。その消化もしようと思うんですけども、そういった世界中のキャンパスにぐるぐる行けると。で、デュアデグリー。MIB のみならず、じゃその後に半年間まで2つ目を取りたいという選択肢も MIB の方あると。 えただ、えー、来年から、これ MIB だけだと、ステムにならない。つまり、えー、MIB 取った方で、ステム取った方は、デュアディグリー。二つ目のデュリーが必須になると。そうすると、MIB でもステムに取ることができると。うん、ということで、これが、あのー、わかりやすく、まあ、簡単にまとめた、来年の MIBA から、いくのか、MIB からいくのか。かいのかという、えー、表ですね。で、ちょっと、あの、また、まとめというか、あの皆さん、ちょっと、あの、今、頭こんが、こんがら なっている方も多いと思うんですけども、えっと、これは、あの、ジャハートで取れる、えー、このアナリティクス関係、特にこのビジネスアナリティクスは、このどういった選択肢があるかというのは、じゃあ5つ、これを元にできるとになると。これ、順々に見ると、最初の,の MIBA が先ほども言ったですね、来年の春入学。2つ目が、えっと、NBA、ちょっとこの方、今日も見ない方はおそらく、あの、MIBA の若手の方が多いと思います。NBA、じゃあどうでしょう、あの3年以上働いていて、 年齢も30,40%多いんですが、そういった方は NBA をこのステムにフォーカスできると。NBA だけでもステムになると。3つ目、えー、円盤。これが、えー、マスターのビジネスサイエンティクスももちろんあると。1年間でこのビジネスサイエンティクスをフォーカスするのもあるので、そうすると1年間でこのビジネスサイエンティクスを取れると。で、4つ目が、えー、この MIM というのが、このマーケティングとアナキスを組み合わせたマーケティングテックのプログラム。これも来年から作動、えー、すると。 で、最後、先ほど申し上げた MIB、通常のマーケティング。MER というのはアントリーイノベーション、企業向けのプログラム。だけだとステムにならないので、プラス、デュアルディグリーで、えー、ビジネス対策、もしくはファイナンスを取ると、これらもステムになると。ということで、この、まあ、5つですね。主にハウトで取れる、えー、特にアナリティクスのステムの、えー、まとめたもの。なので、今,今日あの参加されている方、皆さんいろんなプロフィール、例えば学生の方もいると思いますし、社会人の方もいると思いますし、 えー、MIBA だけ行くのか、もしくはデ u ア d e g だけでやりたいのか、もしくはこのビジネスマックスだけでやりたいのかとか、いろんな方がいると思うので、そういった方に応じて、こうでって5つの、えー、いわゆるオプション、選択肢が、えー、用意されていると。で、えっ、ー、と、まあ、あの、これがですね、あの私簡単にじゃ MIBA の新しい概要をまとめているんですけども、えー、キャンパスですね、これもフェイルというので、えっ、ー、と、これも発表があって、じゃあ、あの、ハルトロ、 まあ、あの世界中から毎年たくさん2000名、2500名入学いただいているんですけども、じゃあどこで勉強したいのかの毎年実際の学生のニーズを聞いて、その翌年に取り込んでいると。で、あの今、学生の方がやっぱり多いのがビジネスなので、もちろんあのアメリカ、イギリス、ドバイ、シンガポールとかなんですけども、やっぱりビジネスが盛り上がっているとはどこかと。今は結構あのインドとかアフリカとかがこれからビジネス伸びる年と言われていると。 でこれがあの来年から新しくできる、えー、キャンパスですね。特にあのメインキャンパスはもう既に決まっている。ボストン、この黒字のボストン、ロンドン、ドバイ、えー、ニューヨーク、サンシスコなんですけども、赤字群がのサマーキャンパス。先ほどローテーションぐるぐる回るキャンパスと申し上げたのその,後のサマーキャンパスが4ヶ月間ですね。5月から8月の間に回るキャンパスが大幅に増えると。 で具体的に見ると、えー、まずはシンガポールですね。これは実は今年の7月末からもうスタートしていて、来年ももちろん継続してやると。で、アジアの方はシンガポールでビジネスとグローバリゼーションを学,学べると。これは非常に大好評ですねあの。今年初めてやったんですけど、なので来年ももちろん継続して、もしかしたらアジアで、えー、ホームキャンパス、メインキャンパスになる可能性も、えー、あるのではないかなと。続いて先ほどインディアですね。あのインドンでもとうとう来年からスタートすると。 で、あの、インドでグローバルビジネスを学ぶ。そういうテーマで、スタートいると。で、アフリカですね。なんと、サウスアフリカ。でも、アメリカのビジネス。非常に盛がっているので、それもスタートすると。あとは、えー、スイスのジュリ、チュリヒですね。でも、ファイナンスイノベーション。で、なんと、パリでも、ラグジュリーファッション。ファッションのビジネスを学べるとか。のも、たしくさとすると。続いて、ワシントンで政治とビジネスを学べるとか。マイアミでアートカルチャー。 メキシコでサプライチェーン。あと、ロサンゼルス、ロスでエンターテイメント。非常に回っているところなんですね。それはマべベとか、うん。なので、今までの、どうでしょう。この黒字のボストン、もちろんありますし、ドバイとか、ニューヨーク、えー、シリコンバレーもあるんですけども、それに加えて、この赤字のシンガポール、インド、アフリカ、スイス、パリ、マシントン、マイアミ、メキシコ、ロサンゼルスが加わると。なので、非常にどうでしょう。選択肢が増えるということで、夏の間、サマーローテーション。 えー、皆さん考える方は、アメリカとかイギリスのみならず、こういった世界中のキャンパスで、えー、学ぶことができると。はい。で、あの最後はプレートですね。あの、あるのが、えー、つい先週ですかね、毎年ハートキャリアレポート、もうグローバルデータがあって、それをもとに、卒業生のデータですね。じゃ就職先とか、給料とか、どういったあの企業にいるのかっていうのをまとめたのがあって、ちょっとそれも出ているので、簡単に紹介したかったんですけども、これ、マスターのですね、マスターとエミー、別々にあるので。 今回の MIB なのでマスターの方にフォーカスした、えー、キャラレポートがあるんですが、まずあの出てきたのが100%。何かというと、えー、皆さんのマスターを捉えて何かしら国、えー、インダース、業界、ファンクション、えー、役職ですね。今働いている方はポジションを何かしら変えていると。何かしらキャリアチェンジに成功しているということですね。なので、例えば今働いている方がちょっとどうしよう日本からアメリカ行きたいとか、ちょっと業界変えたいとか、やっぱり営業から マーケティングとかマネージャーになりたいとか、何かして皆さん書いているのこに成功していると。右の青字のが72%。これはですね、なんとアメリカで働いている割合ですね。えー、あと、卒業生が大体9割以上いらっしゃるんですけども、そのうちの7割72、72%。なんとアメリカで働いていると。これはあの例年、50%、60%で非常に高いんですけども、なんと最新の方は、えー、72%、つまり7割以上ですね。皆さんあの結構今ニュースとかでアメリカ不況を なので、なんか、試食できないんじゃないのとか、なんか、メディアとかニュースにだけで判断する方が多いと思いますれこういったデータを見るとえ、特にハルトの方はアメリカでも7割以上の方が、これは留学生です。アメリカじゃないです。<laughs> の留学生が、えっ、ー、と、働いていると。そういうデータが出ていると。まあ、もの主にステムですね。やっぱりそのステムディグリ持っていると非常に強い,強いのかなと。ハルトはもうほぼほぼ先ほど申しました通り、マスターはもほぼステムディグリなので。 野党側もそうですし、アメリカ政府もステムを持っている方どん,どんどん働いてくださいと。そういったあの政府の方針に沿っていうので、ハルトは非常にアメリカ人は強いと。あと、留学生にやっぱフォーカスしているサービスが、キャリアで地方チームがあるとか。し、あと、卒業生ですね。あの卒業生の方が、どうでしょうあの。もうすでにアメリカで働いているのであの、そういった方がハルトの現役生をどんどんインターンで雇うとか。 卒業に来ないとか、どんどんハートの卒業生も実はキャンパスに来てどんどんリクルートしているので、そういった結びつきも非常に強い学校なので、こういった実績です。ね72%。これはおそらくハートの史上一番高い、えー、数字、アメリカの主塾じゃないかなと。で、通常アメリカの,あの大学だけだと平均の15%なので、まあ、それに比べたらあの4倍、4倍ぐらいの実績が起こっていると。のみならず、えー これが500社以上。これはですね、えーと、会社の数。500社以上で就職されてますし、えー、国もアメリカのみならず、33カ国、世界中で皆さん働いていると。で、右のが、あ、失礼しました。94%、これが就職率ですね。じゃあ、マスターも皆さんとらえて、それから半年内にどれぐらい、えー、働いているか。9ト、ほぼ皆さん、就職できると。 じゃあ,あの、皆さん、これ見られて、えじゃ残りの6%はあの、どうしたの収集 <laughs> できなかったという方が多いでは、残りの6%は企、起業自分で起業しているとなので就職じゃなくて、えー、世界中で起業しているそういったデータも、あのキャラレポートにあるので、皆さん、あのホームページ、行けばダウンロードできるので、皆さん、少し見ていると思んですけども、もしくは、カイジさん、あのもうデータで持っているので、PDF で、うんあの、お問い合わせいただければ、送っていただけるて思うので、残りの6%は、世界中で起業していると つまり、えー、就職、皆さん果たし、私、出していると。いうことですね。もちろん、皆さん、あの、わざわざマスタートリトリに行くので、その後、就職できないということは、私も見たことないので、そこは、あの、うん、むしろあの、不安するところではないのかなと。で、これが、あの、まあ、キャラレポートにあるトップ、就職先、トップ20の就職先が出ているので、これもレポートにあると見ていただくと思うんですけども、まあ、あの、今までの傾向はもちろん、えっ、ー、と、そのまま、ビッグー。 PR, PWC, KPMC,、えー、EY, d ロイ o あとはガーファイムアップルガーファえっ、ー、と、言われる Google ググとか Amazon。あるんですけども、えっ、ー、と、この黒字のところが、あの、新しく出てきた会社で、例えばマッキンゼ今になかったマッキンゼが出てきました。あとメタ、フェイスブックとか、あの、外銀の投資銀行のドイツャバンク、ゴードマサックスもとうとうトップ出席出てきましたね。あとは JP モルガンチェース。これも今なかった。いわゆるあの、投資銀行ですね。外銀が、 こういって、ハルトで、えっ、ー、と、たくさん働いてる会社になんとランクしてきてると。も、ま、う、あ、それがトレンドが出ている。つまり、皆さん、あの、いわゆる超トップコートいわれるところしか言えなかったマッキンゼとか、ゴールマンサックス、JP モピガンというところになんと、ハルトの方もどん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 就職を果たしているので、でこういった実績がでてきていると。うん。あこれは、あの、このキャラリーボートにあるので、皆さん、手元ライブ、えっう細かく見ていくと思うんですけども、こういった、いわゆる今なかった、えー、会社、特に外、 外資系投資金庫ですね。に入っていることが非常に増えてきていると。でやっぱり理由としては、あの、ハルトの,そのファイナンスとか、先ほどのビジュルタンックスルってい投資が非常に多いですね。皆さんあの、どの今、業界との企業でも、やっぱりテクノロジーのスキル、IT、テクノロジー、ビジネスを知っているとかえ、プログラミングやらですとか、データ分析できるとか、エクセス使える。そういったスキルを持っている方は、どの業界でも世界中でもやっぱり欲しいので、アメリカでもそういった人材がむしろ不足,不足していると。いうので、先ほどの72%。 というては、そういった利用者とど,どんどんアメリカの企業を雇いたいと。もう、あのー、のどか,のどかる手が出るほど欲しいという言われているぐらいあって、毎年あの30万人不足していると。そういったスキルの方が不足しているので、ね。そういってるから、ハールでちゃんとこのビジネスのテクノロジーを学んで、特にアメリカだと、もう7割以上が、留学生、留学生がもうアメリカで働いていると。で、日本人の方、直近の方はまとめているんですが、これはあの今回は MIB もしくはこのビジネスアイティクス。 今日の、ね、MIBA 特集なのでにフォーカスした方の主な集積ですねで。順々に見ると、えー、まずは、えー、MIBA とビジネスアンテスを取った方がアメリカのアップルの本社で今のデータエンジニアになっていると。彼はちょうど先ほどの2018年に初めてこのビジネスアンテス。初めてデュアディブリー。初めて STEM になった方。がそれを活かしてなんとアメリカのアップル本社。当時は、えー、ビジネスアナティストが採用されて、その後データアナティストになって、今はデータエンジニア。もうトントン拍子でし昇進をしていると。 なんか日本の会社、私もいたので分かるんですけどあの、3年経ってから昇進してね、とか <laughs>、あの、あったんですけども。まあ、あの、外資系とかアメリカも年数関係なくて、ちゃんとパフォーマンス発揮すれば1年と1年行使で昇進できると。なので彼はもう今エンジニアとして、バリバリ、えー、本社で活躍していると。続いて、あの、MIB とって経営者なったともいますね。あの、彼はなんと、えー、クラスメートを一緒に起業していると。なので、ハルト・アイズ・ハルトというのは、結構ハルトの方、皆さん、まあ、あの、卒業生が元気でやっと申し上げると思ってたんですけども、 クラスメント同士で起用とか、そういった機運もあるので、先ほど6%、あの世界中で起用してますと申し上げたんですけども、まあ、彼も、なんと、今起業して日本で頑張っている方もいますと。3人目が MIB と言われて、彼では Amazon ですね。あのエリアマネージャーで内定してるんですけども、えっと、その後になんとアントリーイノベーションという新しいテクノロジーと企業を組み合わせた。この MIB にまさに今進化されていると。で、4人目が MIB のこのビジネスライクスペシャリゼーション。 先ほどの,あのビジネスアナティクスの専門家できる。と申し上げたんですがこれがあの昨年まであったと。来年からは、なくなるんです。来年からはこの MI か、MIBA か MIB のみになるので。昨年までは、この MIB のビジネスアナティクスのメッセージを取った方が、えー、彼女ですね、あのシーカーレーのテック企業オに今、就職されて頑張っていると。で彼女は3年間のステムホビーで取ったので、えー、と3年間、そもそも学生ビザが働きますし、その後、働きたい場合は、就労ビザですね。企業から、えー、ビザのスポンサーが生まれると。 で、えー、三つ目が、えー、彼は MIB だけを取られて、そのままもうインターンでシンガポールの仮想通貨、彼は非常にクリプトに興味があって、で、インターンをされていて、その後、なんとフルタイムで、まあ、今、シンガポールのこの企業で働いていると。なんで、彼はもともとあの、デュアデグリーを目指していた、ままもう MIB だけで、もうインターンできて、自分がったいシンガポールでクリプト企業というのを達成したので、あの、デュアデグリーやらずに、そのままも今働いていると。続いて、えー、六人目、MIB とビジネスアクス。 をデュアリーで取られた方は、なんとアメリカの都市銀行でエクティリサーチアナリストを作とで、彼はなんと大学生で全くあの就労経験とか、全くビジネス経験なかった。大学でスポーツを頑張っていた方なんですけども、彼らがちゃんと MIB。で、その後ちゃんとビジネスストを取られて、えー、なんとアメリカの代表する都市銀行でエクティリサーチアナリストとして頑張っていると。続いて MIB とまたビジネスアスト取った方は、えー これは、彼女ですね。彼女はシンコンバレーのビッグフォーで、えー、現地就職されると。でさらに MIB とビジネスを取った方、彼はニューヨークの今ビッグフォーに、えー、今月からですね、就職されると。あとは MIB とビジネスを取った彼は、なんとハワイのホノルルの現地銀行でアナリスト採用と。とか、あとトリプルで取った方も言います。MIB とマーケティングとビジネスを取った。彼は、えー、なんと今、P&D の本社で、 マーケティングテクノロジストとして活躍していると。ちゃんとこのマーケティングとテクノロジーのビジネスアクセスを組み合わせて、ピアノジの本社で収正されていると。で彼は実は、あの、えー、全く職務経営なかった。ですが、ちゃんと MIP 取って、専門的なマスター取って、こういった世界を代表する本社で、しかもマーケティングテクノロジストっていうまさに非常にホットなポジションで働いていると。で、最後ですね、えー、とビジネスアクセスだけ取った方もいると。で彼は、えー ニューヨークのビッグール。先月ですね。先月から働いていると。で、最後、えー、ビジネスを取った方は、彼はシアトルのテク企業にそのまま現地就職されているとか。<laughs> ということで、あの、これはあくまで一例なんですけど、皆さん分かるとおり、MIB だけ行くとか、MIB とデュアデグリーで行くとか、もしくは、えー、ビジネスだけ行くとか。非常にあの、ルートがたくさんあるのからと。で、これに加えて、さらに来年から MIBA というので、もちろん卒業生もでいるいんですけどね。あの、MIB とこのビジネスをもうガチャンコして、しかも凝縮して、まとめて、そのまますぐに働けるようにするというプログラムがスタートするので、うん、あの今までの話聞かれて、あとこういった事例ですね。MIB 取った方、えー、ビジネス取った方、もう踏まえた上で、じゃこの MIBA を、えー、やりたい方は、ぜひスタートするのいいのかなと。で、えっ、ー、と、最後、そうですね。あと、まあ、あの、これはクラスの末ですね。一旦 今年入学した方はまだ間に合なので、まはファイナルラウンドがまだ募集していると。で、一方、来年に向けての、えー、ファーストラウンド。で、この MIBA も来年の4月がターので、これが最初のラウンドですね。にちょっと挑戦したいという方は、この9月の末ですね。ちょうどあと1週間ぐらい時間あるので、までに、えー、ちょっとカージさんにすぐにあの申請したいと。申し込みいただければ、このファーストラウンドの枠でマリアので。もう10月以降はセカンドラウンドに入ってくるので、もちろん席のもそうですし、賞金の枠もだいぶ埋まってくるので、この最初のラウンド。 特に MIBA についてはあの特別に他のディグリーではないあの賞金のキャンペーンがあるのでそこも狙いますし、えー、MIBA のみならず他のプログラムももちろん、えー、賞金を利用とあとは授業料もですね来年から値上がりすると、えー、ちょっとあの m i b n の詳細な授業料はあのまだホームページ出てこないので10月に出てくるんですけども値上がり分が防げるとつまり9月までに新出の方は えー、授業料固定で。で、来年勉強できると。そういったメリットもあるので、ぜひですね。まあ、今日は参加する方、あのー、非常に多いと思うので、まあ、時間あるので、今週中に一旦、えー、プロフィールを届けていただくと。うん。そうすると、このファーストランドの枠、えー、が狙えると。で、その後ですね、書類とかインタビューとかその後に、ちゃんと時間あるので、それまでにまずはプロフィールを、カージさんにおっしゃっていただいて、届、え、け、ー、ただければ、間に合いますと。はい。ということで、私からは、そうでもう30分ぐらい時間経ったので、 <laughs> あのちょっとこれからですね、もう、まあ、ちょっと私からもバラバラといろアプリと思ういろいろとなんか皆さん、ハテナマークがついてる方も多いと思うので、もうなんざくばらんに、質問にチャットレアのいただければ、私、カージュのお答えできますし、カージュさんからもなんか質問とか出てきれば、何でもお答えできると思うので、よろしくお願いします。岩田さん、ありがとうございました、はいまあ。結構ね、大きく変わりましたかね、なんかそんな印象がありますね。 はい、キャンパスも一気に増えたというところですからね。はいえーまあ、そんな形でね MIB へ説明いただきましたけれども、何か質問等ございますかあればチャットボックスとかで、えー、質問していただいたりいただければと思います。ございますかねあの まあ,あ、おさらいというか、あの、ちょ,ちょっと何が変わるんですかっていうところそもそもあの根本のところからっていう方も多いと思うんですあので、まあ、ちょっとその図、随所だけお見せすると、まあ、そもそも MIB というのは、あの、あるんですけども、そこに、さらに m i b へテックフォーカスするとかが加わると。で、他のちょっとインターンとかマーケティングがないです。ここは、あの、また、次回、あの、ぜひ、も日はたいと思いますけども、今回、この MIB について。新しい、通常の MIB のみなず、 短ンキーで。もうテックにックーカ発して、そのまま働きたいとい。ったのがこの make it s c r i p t いろいろと考えても最中で、すねあの、非常に多い質問として、あるつが、じゃあ、この MIBA と、この、ビジュアルアティクス、何が違うんですかと。これは、あの、結構、鋭い質問だと思うので、ま,あ、それをまず、私がの答えをすると、まず一つ目は、期間ですね。この MIBA は、え8ヶ月来月。4月から、 もう来年の10月年代で終わると。一方、このビジネスアネクストは9月におけるだけなので、来年の秋、9月に。スタートして、再来年の秋。なので、14月か,かるので、まあその期間がそのと違うと。それが一つですね。で、二つ目が、えー、この MIB というのは先ほどの人ですね。あの、MIB とこのアネクストのいいところをまとめて、凝縮したと。なので、 通常のビジネススだけだったら、この MIB で学べる、例えばアカーティング、セールス、マーケプランとか、そういったのがあのできないと。つまり、MIB というのは、いわゆる NBA の若手プラン。経営の知業を幅広く学べるところをちゃんとやりつつも、そのテクノロジーのところをちゃんと使ってやってくださいと。そこにフォーカスしているので、そこは大きな違いなのかなと。MIBA は通常のビジネスとこのアナティクスをうまく利用していると。一方、このビジネスアナティスだけだと、 この MIB でやるところが出てこないと。そこは大きな違い。うん。なので、期間とその内容ですね。が、えー、違いなのかなと。あとは、あえて言うと、三つ目としては、この MIB の方は、えっ、ー、と、審査条件が、あのー、MIBA でも、えー、MIB でも、皆さん同じなので、つまり若手社会人の3年未満の方向け。 がいけると一方、このビジネスサクセスだけの方は年齢制限ないですとあの。職務経験も10年代、20年もいいですし、大学新卒でも、ちゃんと、えっと、条件満たしていればいけるので、例えばビジネスのディグリー持ってますとか、ちゃんとあの働いてる。1年以上、ちゃんとビジネスサククスで働いてました方は、このビジネスサクセスだけもできるので、その審査基準がやっぱり違うのかなと。MIBA は MIB と全く同じ審査基準なので、若手新卒から別に職務経験なしでも、大学の学位がビジネスサククスにできるので、 一方、ビジネスサイクスだけの場合は、えー、ビジネス学位が必要。もしくは、最低1年間、この関連分野で働いてるのが必要なので、まあ、その審査基上のところが違うかなとお。お分かりいただきましたね。今、あ3つの違いというか、MIBA とこのビジネスサイクスの違いというか。 そうですね、これはなので、あのー、インターナショナルビジネスの流れということで、3年未満の方のみという形ですよね。そうですね。あの、MMP は,はそこが違う。そこな、ね、まあ、注意が必要というところですね。はい。これはが、学費はどんな感じなんですか、ね、今あ。えっと、これ、来年、まあの、もちろん値上がり、毎年値上がりしてるので、ね、値上がりの、うん、えっと、まあ、一応、 非公式のデータあるんですけど、ちょっとあの私の口からまだ言えないので、あなるほど10月にあ <laughs> ウェブサイトで出てくるので、もちろん値上がりするんです。値、はいうん、上がり分の、はいえー、出てくると。ただ、この通常の MIB とかあの、先ほどビジネスサイとか、MIB でも学費は違いないので、うん、違うと,あとしては、昇金ですね。MIBA のだけ方は特別に、これは1年国旗であ年8、8月だけでリ、料リーもないので、通常の MIB とか、 通常のビジネスよりもたくさんの商品が出てくると。そこはノーチップレシと。なるほど、わかりました。はい、あとは質問が、えー。質問いただいてますね。はい、えー。まだ自分がどのプログラムを選ぶかわからないのですが、迷ったら MIB にするのが妥当でしょうか はい。えっ、ー、と、まず私からお伺いすると、えっ、ー、と、ちょっとあの、この方のプロフィールが全く見えないので、私がうかに言えないので、そもそもあの迷ったら MIB というのなくて、<liking it. S 2> MIB もちゃんとあの、基準というか、例えばあの3年目は、働いてから3年目の方ですし、えー、大学生でもどうでしょう。MIB とみなす他の専門的なやり方は、そっちがいいと思うので。ただ、MIB のいいところは、デュアルディグリーで,ですね。ちょっと今日はあの、 説明なかったんですけども、MIB を1年間やって、その後に半年間で2つ目の,このマスター取れるので、じゃあまずは、ま、まずは MI から行って、その後に専門的な、えー、マスターにできると。だからこの2つ目のディグリーはあの4つしかないので。この黒字のマーケティングか、ファイナンスか、ビジネスサイティクスが、この MEI。なんといイノベーションしかないので、あの MIB と2つ目のディグリーを考えている方は、この赤字は、赤字のものはこの2つ目のディグリーにならないので、 赤字は最初に言う人じゃないのそこだけちょっと注意していただきそうなのかなと。ありがとうございます。そ,す、ねえー、それからあの質問来てますね、えー。大学生です。文系ですが、MID でも、MIB でも授業についていけますか英語が心配ですと。 あのあのまあ、英語は誰でも心配なので <laughs> 私もあのアイリスとかとっても皆さん心配だそこはあの心配なのは皆さん同じなのでそこは変わらないのかなと。ただあの最初の授業についていくのは、ま、もちろんまずは最初、まあどうでしょう数ヶ月半年間ぐらいは必死に皆さんやってるそこはあの変わらないので,で。あといいところはもう急割留学生。先ほどあの留学生がメイクが言葉を言ったので、あまり英語がペラペラネイティブでってそんなにいらっしゃらないと逆に言うと皆さんに助け合いながらあのビジネス英語 ペラペラ話すようなはビジネスで、英語を使ってビジネスやるという共通の目的があるので、そこにフォーカスしているので、まあ、もちろん今、全く、あの、会話機嫌なくて、英語も話せる方でも、MIB でちゃんとゼロからやれて、こういった実績ですね。日本人の方でも、実は、あの、これにある方は、ほとんど皆さん英語を全然話せなかった方の方がむしろ多かったので、この最初の Amazon、アップルの方は、英語を全然話せなかった。ちゃんと頑張って、現地で。 あの、皆さんって確かにやって、こうやって Apple の本社に今エンジンをっていると。<laughs> まあ、これを見れば分かる通り、英語は今、ペラペラでなくても全く。ただ、最低限になってれば、トーフルアイエツのスコアとか。ちょっとそれがなかったら、ええー、プレコースといって、まあ、現地は早めに行っていただいて、そのコースを終了すれば、英語のスコアなしでいけるので。まあ、そこはちょっと、会社さんとか紹介、しょしょっと相談いただければ。<laughs> あの今の英語のに応じて、プレコース行くべきかどうかとか、トーフルアイエツいけるんじゃないとか。

質問来てますね。ハルトに通っていたとお聞きしていますが、英語力の不足をカバーするために具体的にはどのような工夫をしていましたかあ,ありがとうございます。えー、と私の場合は、ね、どのように工夫んと、まあ、一つずつでいうと、まあ、あると思いますけど私の場合は、積極的にどん,どんどん質問をするようにしていたと。あの英語力もそうなんですけども、内容も、でもやっぱりあの貢献。 クラスに貢献するとか、チームに貢献しないと評価されない。これはあの外資系特有のあの、あの、英語力ピアエヴァリエーション、同僚評価とかあったりするので。なので英語力のみならず、まあ、そういったところをどんどん貢献するために、まずは質問ですね。わかんないところは、自分がわからなかったらクラスに見トのわかんない方も多いと思うので、ちゃんとどんどん手を挙げて質問するとか。クラスの後にちゃんと教授のところに行って話すとか。まあ、そこはあの、私自分なりに、誰よりのもどうでしょう積極的に質問すると。そこはあの私が考えていて、結構そういったことが評価されて、 実はあの、プロジェクト、最後のマスターのプロジェクトでちょっと優勝したんですけども、あのー、最初の私、入学当時は全然ペラペラじゃなかったのが、だいたい半年ぐらいになってはクラス代表しても英語を話せるレベルになっていたので、うん。なので、あのー、スタートはもちろん英語力不即使のも皆さんもそうなんですけども、ちゃんと授業に貢献するとか、クラスメントに貢献するとか、それでもダメだったらクラスの後に教授にちょっと話していくとか、自分なりにそれは、 力したら必ず道は開けるので私の場合はその質問ですね。ここは誰もするように、こるとそうですね、まああの。英語のスコアの基準っていうのがね、入学前の基準っていうのが一応ありますけれども、まあ、それでもね、やっぱり、まあ、ほとんどの人は英語力心配な上で行くっていう感じで、完璧にしていくっていうよりは、結局はね、向こう行ってくじけながら、 学ぶという形だと思いますよね。はい。そのあたり、河ジュさんはどうでしたか、ね、あのく、くじけ、くじけ、くじけそうな。くじけましたね。何回もくじけそうになりましたね。は <laughs> あ、そう、それはあの、そうです。他の大学大学の皆さん、あの、例えばトークライスでも、いい点数取っても、それってあの、イコールディスカッションできるわけではないので、実は。 そうですね、結局は、ね、やりながら学ぶっていう感じになると思いますね。あの話せるようになってから行くというよりはね、はい。なのでね、安心していただければと思います。はい、ありがとうございます。えー、あとはそのほか質問とございますかね。大丈夫でしょうか時間はまだあるので、何でもあれば。 え質問いいただいてますね、えー、今、大学3年で、えー、ハルトに、まあ、マスターのハルト考えてますと、現在の大学でファイナンスについて専攻していることもあり、USCPA の取得に向けて勉強しています。 えー、将来ファイナンスとデータサイエンス二軸で就職したいと思っているので、アルト大学院でファイナンスとデータサイエンスの専攻したいと思いますが、ダブルディグリーが難しい MIBA と比較したときに、ダブルディグリーできる全社を選んだ方がいいと思いましたが、2つの専門を見極めたいと思った場合は、ダブルディグリーを取った方がいいですか <laughs> あのまあ多分あの一言で言うとこの方は MIBA かあの2つ目のダ,ダブルでもっとやった方がいいんじゃないかとそういった質問が結構多いと思うんですが、まあ、あのちょっと先ほど言った通り MIBA はもうあのパッと8月間で STEM でインターンなしであのどんどんテクニックにフォーカスしてそのままもうフルタイムで就職するそこにフォーカスするとこの方みたいにどうでしょう例えばそ的にじゃ金融ファイナンス系とかやっぱデータセンター行きたいなとか、まあ、その業界もちょっと両方に傾いていて どっちも学びたいと。なれば、あの無理この MIBA だけにやるんじゃなくて、ハートはデュアディグリーという素晴らしい制度があるので、あの、今日はちょっとデュアディグリーの表はないんですけども、そうですね。あのまず MIB 取った後にじゃあ、ファイナンスやとか。えー、どうでしょうこの方だったらじゃあ、ファイナンス、マスターファイナンスと、マスタービジネス、そういった組み合わせもできるので。ファイナンスとビジネスアクを1年半でやるとか。そこでどんどん専門的な2つり極め,め,めるとか。 いう方も最近増えてるので、あの、そこは、無理に、この、今日はあの、MIBA 特集だね。あの、ただ、あの、私、MIBA だけじゃなくて、ちゃんと比較して、それでも MIBA がいいと思うのならば、これ MIBA がいいんじゃないかなと、思うので。うん、あの、ちょっとそこは、この方はちょっと、まだ、あ、3年生なので、まあ、時間あるので、まあ、今勉強してると思うので、勉強しながら、やっぱり自分は金融行きたいのか、UCPA 行きたいのか、ちゃんと考えつつも、プログラムですね。あの、その間に、まだ、まだ3年生なので、おそらくこの方行けるのは、再来年なので、 あと毎年、あの、実はプログラムが、あの、いい意味で、あの、確信変わるので、2年後はもしかしたら、MIBA は、<laughs> もしかしたらない可能性がある。毎年変わるので。変わかるというのは、生徒のニーズによって、生徒の,あのニーズはやっぱ変わる、毎年変わるので、あとビジネスも変わっているので、これはあの、1年後は確定してるんですけども、2年後はもしかしたら変わる可能性だとる。ね。 まあねまあ、ちょっと、ね、時期的にもね、まあ、ハルトの場合はね、変わるのでちょっと不明瞭なところがありますけど、あとはね、まあ、現地に滞在する期間とか、うん、どれぐらい滞在したいのかっていうところもあるかもしれないですよね。おっしゃったらねあの、結構、1年、一年半で、まあ,あの、まあ、通常2年生と越えたら、ね、1年半の長いのそうすると、まあその、その間にどうやって時間を使って、まあ、インタームで行るのねあとあの例えば、ボスニキャリフォーラム、現地ボスニーとか行くと、皆さん、 日本日系企業向けの,あのキャラフォーム参加して、そこで就職とかも多いので、そうすると、ボスキャラリーだば2回参加できるとか、デュエルだと。ただい、一人だけだと、もう1年しかチャンスないので、そこも皆さん、あの検討材料る作業が多いので。ありがとうございます、はい。あとは質問等ございますかね 大丈夫でしょうかね。うん、まあ。そうですね。あの、まあ、これは、あの、まあ、そもそもホームページ出てない。出てないあの、10月に出てくるので、前後でずら出てくるので、その前に、何でしょう。あの、まあ、私たちの方で、で、ちょっと、いいプログラムなので、内容紹介したかったので、おそらく、あの、一つ、一つから言うと思うので、 例えば来年の、まあ、先ほど大学生の問いということなんですけども、来年のじゃあ3月卒業されて、そのままもう、すぐに大学に行きたいと。なれば、4月からこれスタートできるので。で、もう、早く来年中に卒業できて。で、さらに、もう、年中から働けるので。うん。そこはフィットする必,必要でいると思うので。まあ、そうやって、理由から学校もこうやってプログラムをやっているぐらいなので。うん。あの、まあ、皆さん、いろんな方いると思うんですけども、これにフィットすると。なれば、ぜひ川じさんに相談できれば。うん。 あのそ,れその方に応じたプログラムを紹介していただけると思うので。そうですね。はいまあ、私に相談する場合はですね、こちらのサイトから今あの、チャットで送りましたけれどもねあの、ご相談いただければと思います。ここで個別面談等、お問い合わせ等ですね、えー、できますので、ぜひご利用いただければと思います。はい、という形で、あとは大丈夫でしょうかね。 まあもしね、あとで、えー、不明な点出てき,きましたらね、相談いただければと思いますのでね。はい、という形で。じゃあ、ちょっとこれ見られてあの、ちょっと質問とか調整したいのであれば、ま井、あ、寺さんが教えていただと。もしくは、この3月 30, 30日までに手を挙げていただければ。そうそう、このファーストラウンドもこれで締め切ってしまうので。で、おそらく MIBA もあの、皆さんあの、まずはその MIB で申請いただいて、 その後に MIBA 変えるとか、その逆もできるので。うんまあ、そもそもあの申請自体は全てのプログラム同様なので。そうですね。わかりました。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ、あの、まあね、時間にもなりましたので、じゃこちらで、えー、終了という形にしたいと思います。はい、ということで、えー、本日はですね、ハルトから岩田さんをお招きしてですね、新しい MIBA のプログラムについての 説明ということでした。岩田さん、今日はどうもありがとうございました。お時間ありがとうございました。失礼します。はい、お願いいたします。ありがとうございました。はい